えー、皆さんおはようございます。えー、橋本です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まずは、あの、また、まあ、最新情報というか、おさらいも含めて、ランダムに、えー、情報を今から、えー、お伝えしていきます。まず最初に、えっ、ー、と、46都道府県、えー、72万人人口減、過去最大。 この見出しの新聞が今 SNS を騒がしております。なおワクチン接種率第一秋田県が人口削減人口減第一。それから沖縄県47都道府県のうち一番接種率が低い。 接種率がなんか63とか4とかととっていいう話らしいですこれの、えー、今度人口減少はワースト1位 <laughs> それどころか人口が増加したっていう唯一の沖縄県だそうです、えー、まあこれを見ればのこのデータだけでもピンとくると思います、えー、次 えとアメリカの軍事情報にすごく精通しているって言われているサイモン・パークスさんの、えー、とこれツイッターとかフェイスブックかに、えー「我々は最終ゲームの段階に入った」「我々は最終ゲームの段階に入った」というコメントを残しています <laughs>、えー、次ブラジルの中央銀行総裁っていうのがいいね。 ブラジルの中央銀行の総裁がなんと、えー、クレジットカードの終焉を予測というコメントを出したそうです、はい、次トランプの弁護士さんがアメリカの「FOX ニュース」という番組に出演されたそうですそこで、えー、言われた言葉がニューヨークでトランプさんの家族が えー、セキュリティカメラを通して、えー、FBI 捜査官の、えー、フロリダのトランプさんの別荘マー・アー・ラゴ、ね、の、えー、突然襲撃の、えー、家宅捜査の様子をずっとあのライブで見ていたと <laughs> いうことをおはす発言されたそうです。<laughs> ね。 じゃあ次、中国最大の不動産会社だっていうのかなエバーグランデっていう会社があるんですがここがもう崩壊倒産するなんかもうね、えー、ところなんですってこれによって、えー、世界経済が崩壊中国の銀行が崩壊 そして、もう何回も言ってますけども、CCP、中国共産党がもうすでに、すでにもう解体、なくなっているそうです。表向きのニュースでは出てませんが、そういうことだそうです。で、えー、と中国共産党というよりも、まあ、石屋だね、アジア系の石屋、朝鮮人の石屋が、もう完全にもう今、日本人、日本人を奴隷化。うん 飼育。<laughs> 飼育だって。もうその状態に今、もうすでに、もうこの状態がその状態なんだそうですって。で、真実がこれからどんどん暴露されていきますが、一応もうその状態です。ね、えー、次。えー、っと、EBS。えー、なんだ。あの、要は、えー、玉音放送。<laughs> うん、えー、民放誤社 をえー、そう仕切っている電通電通が仕切ってるんだっていうことらしいんだけどもそこがもうスタンバイ OK っていうふうにもう言ってるんだってうん本当かどうか <laughs> ね分かんないよで、えー、SNS 私が使った使っている Twitter とか Facebook こういったものも全部、えー、ホワイトチームが作ったスターリンク宇宙衛星にも接続されているよと。 次、えっ、ー、と、アメリカの司法省、それから FBI、えー、そういったものがもう、軒並みもう終了、なくなってるそうです。えー、次、えー、萩本欽一、萩本欽一、コロナ感染、アウト。<laughs> です、えー。次、えっ、ー、と、もう日本政府はもうすでに、 終わっているよということで海外のニュースメディアはこれを取り上げているそうです <laughs>、うんえー、次えー、っと内閣府のホームページをぜひ皆さん見てほしいとのことですそこには、えー、歴代首相,首首相の、えー、顔写真入りのページが、えー、削除されているそうです <laughs> 削除 はい。それから、え、一部、だから、えっと、大臣、大臣の,えの名前のところにも、何人も、えー、空欄、削除されている現実が今あるそうです。えー、なぜだ、なぜでしょうね。<laughs> はい。それから次、えー、郵便局、郵便局、えー、コロナの影響で、 130局の窓口業務が15日、明日から業務停止、<laughs> 休止っていうの、うん、とにかく130局だって <laughs>、うん、営業しない、そういうニュースが出てます。<laughs> えー、次、えー 今回のコロナね、コロナのことを正式名称 COVID-19 っていうことで登録されてるらしいんですが、法的に。それのすべて、なんかね、なんかね、これに関する特許っていうのがあるらしいんだけど、すべてね、事前特許されてる。<laughs> まあ細かいことはもうパスしますけど、えー、アリアナ・ラブっていう意思が、これを正式に、えー なんかの、まあ、海外の番組かなんかで、えー、発表しそれが SNS で拡散されていると。えーまあ、専門的に言うとねハイドロジェル、えー、酸化グラフェン水酸化グラフェン、まあ、なんかよく分かんないけどいろいろこういったこと全部、えー、一つ一つが特許申請されていると、ねえー、いう、まあ、不思議な現象があるよということです。 え続いて、えーとこれえー、僕がいつも有料チャンネルで拝聴しています内藤さんの情報から一部だけ抜粋いたします。また,ねまあ、ただ、だぶってますよ、過去に何回も喋ってますのでね。まあ、それはあの、まあ、えご承知おきの上、少し端的に話します。えー、1、えー、東京オリンピックの裏金。うん この裏金を盗んだ国会議員、それから官僚、この辺のリスト、全て出ていて、ホワイトチームが全部持っているんだそうです。えー、軍の中のある NSA っていうね、えーまあ、情報機関があるんだけど、ここが全てホワイトチームになっていて、えー、もう世界各地の全員の まあ電話の盗聴とか全て全部されて録音から記録から残っていてもうそこで全部ピックアップされているとのことです <laughs> え次、えー、ともう一度、えー、これね繰り返しになります FBI の、えー、トランプさんの襲撃事件、ねえー、日,日が経つにつれてどんどんいろんなことが暴露されてるんですが、えー、改めてあれは全部イベントね そして最終的にトランプさんの側近にいた石屋のアプリ出し証拠固めおとり捜査をしていたということを言っておりました、えー、次今一番最後日本が一番最後の大掃除をやっているということなんですがそれの今まあ 日本で行われている最後のあぶり出しということなんですが日本ではとにかく統一教会これが相当あのキーポイントになっていますこれは中国の工作員朝鮮人だね朝鮮人の工作員が女性を使ったハニートラップそれからお金をばらまいてのマネートラップこれを散々やってそのお金を えー、いただいたあ国会議員が全て、えー、統一協会のメンバーになっているということです。えー、でこのの工作活動をしていたことがこれからどんどん表に暴露されるそうです。ただ、えー、一気にはやらないと。うん、一気にやると国民があのパニクっちゃう。<laughs> うん えー、ともう僕なんか全部もう一気に出してもらいたいってもう本当にもう心底を持っうってって <laughs> 思ってんだけど早くやってって思ってんだけどまあこのマスクの,、まあ、このせくっつけてるこの率があまりにも日本人ひどすぎてもう目覚めからもう程遠いもう。 今の,この今日の時点でも程遠いのでとにかくちょっとずつ情報開示するっていうことになっているそうですそれから今度ちょっと面白い情報えっ、ー、と林外務大臣これが相当悪、うん、スパイ、うんえー、がもうバレましたそれと、えー、内閣副官房長官木村誠二 マサージ、木村政治、まあ、よく分かんないどっちらか、うん、やっぱ国会議員自民党これが、えー、相当な、えー、スパイ行為をしてホワイトチームに全部、えー、情報が筒抜け、うん、でどうやらここを切り口にして情報がどん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 出てくるんだって、ね、表,表向きのニュースとしてね、うん、そして、えー、流れとしては 内岸田内閣が、まあ、総辞職なのか、これを機に崩壊っていうことに、そういうシナリオ、<laughs> ストーリー <laughs> ができてんだって、うん、だから、とにかく表のニュースはちょっとずつちょっとずつ、次はこのニュース、この次,次はこのニュースといって、ちょっとずつあの情報を開示していって、最終的にはそういう方向に持っていくと。 まあ、気の長ハハハハハそういったことをするということをおっしゃっておられました、えー、真相はいかにどうなることやら <laughs>、えー、最終的な何て言うかこう表に出てくるデクラスは神様のみぞ知るお天道様のみぞ知るそういう段階です。 で、えーと、ここは毎回言いますとにかく一人でも多くの人が真実に目覚めそして、えー、それを意識ね想念を外へ向,向ける、うん、もう日本人あのニュースはでたらめ日本政府は嘘つきねなぜってもうとにかく日本人にとって幸せになる政策は一切やってないんだからね これは自民党も公明党も共産党も国民民主もね立憲民主もぜーんぶぐる全部ぐる <laughs>、ね、わざと与党と野党に分けてね喧嘩してるふりプロレス <laughs> 八百長をやっているというだけのことです、ね、一応そういうことで本日現在また勉強のために最新情報を お知らせいたしましたありがとうございました